里見治は日本の実業家。群馬県福島町出身。青山学院大学法学部中退。セガサミーホールディングス社長の里見春氏は長男。衆議院議員の鈴木隼人は娘婿。青山学院大学在学中の1964年に友人と刑務機の販売会社を起こす。しかし経営がうまくいかなかったため販売会社を1年で、 生産、自らゲーム機の開発を行う方向に転じる。翌1965年に父親が経営していた食品メーカー、東京栄養食品の称号を株式会社里見に変更し、その専務に就任。同社内にアミューズメント部門を設立して、クレーンゲームやアレンジボール機の開発、販売等を手掛けた。 1977年には取引先の手形の不当たりの煽りを食って株式会社里見が倒産するが、残った社員と共に同社の関連会社であるサミー工業を再建する形で事業を継続。1980年にはサミー工業の社長となり、以後同社に手主にパチンコパチスロ機の開発、販売などを行い、サミーを業界大手の一角に成長させた。 その他、ファミリーコンピュータ向けの、ツッパリウォーズなど、自社で、ゲームソフトの開発や販売を行っていたこともあった。2005年からは、日本男子プロゴルフを応援したいと考え、日本男子ツアーのトーナメント、セガサミーカップゴルフトーナメントを、創設、初代大会会長を務め、現在は、長島茂をインビテシャネル、セガサミーカップゴルフトーナメントとして、 毎年夏に開催されている。2016年9月、里見が金融商品の売却などをめぐって約30億円の申告漏れを東京国税局から指摘されていた。2021年4月、公認を里見春年としてセガサミーホールディングス代表取締役会長グループ CEO を退任。セガサミーホールディングス代表取締役会長となり、 セガ取締役名誉会長、サミー代表取締役会長を兼任している。日本中央競馬会と地方競馬全国協会に場所登録されており、冠名は、里野とサミーを使用しているが、冠名を使用しない馬も、わずかにいる。勝負服の柄は緑、岸山形、袖北手島を使用している。過去には白、青縦島、桃袖や緑、 水色縦島、白袖の柄を使用していた。なお、2017年より、バッシュ事業を法人化し、所有馬の名義を、株式会社里見ホースカンパニーに変更している。G1 に有力馬を出走させながら、勝利に恵まれない期間が長かったが、2016年の、里のダイヤモンドの菊花賞優勝を皮切りに、里のクラウンの香港バーズ、里のアレスの朝日ヒハイフューチュリティステックス、 里のダイヤモンドの有馬記念と GI を立て続けに獲得した。以降も里のアラジンで安田記念を制するなど GI などの大舞台ではすっかりお馴染みになっている。セガサミーホールディングスの子会社のセガがリリースしている竜が如くシリーズの制作総指揮者としても知られている。その一方で同じくセガがリリースしているケーバーアーケードゲームであるストロフォース及び ストロホース2やストロホース3、最新作のストロホース4の開発には、里見は一切関与していない。メジロマックイーンや、ディープインパクトなどを管理した、池江康郎元調教師がアドバイザーを務めている、関係もあり、北岩は主に息子の池江康氏受給者に預けることが、多い。有馬記念などを制した里のダイヤモンドを筆頭に、里のアラジン、里のノブレス、里のクロニクル、 里のアーサーなど数々の期待場を池江厩舎へと預けている。また、池江厩舎の他にも、美内勝美厩舎へも多く預けている。これは、里見オーナーが初めて所有した、ミラクルサミーが、美内騎手の師匠である、工藤義明厩舎へ、入球、5章を上げう,うち2章が、内騎手の手綱によってもたらされたものだったからである。 その後一時期、見ない勝美との関係は薄くなるが2000年代、後半に、セールで落札した佐藤のパンサーを、見ない旧社へと預ける。佐藤のパンサーは JRA で5賞を上げる活躍を見せ、ここから再び、見ない旧社との関係が始まり、佐藤のフェイバーが、ひさら賞を制するなど活躍している。また佐藤見オーナーは、藤原ファーム生産馬を所有する場合は見ない旧社へ。 預けることが多く、前日の里のフェイバーも、藤原ファームの生産場である。ありがとうございます。